さあ現地の熱を受けて EDG 勢いに乗れるのか。前半やばいな EDG。 ディフェンダーサイドヘレティクスでスタートします。さあまずは A メインショートに対してのディジーです。反応したものの、この A メインはチーチューが抑えてミッド展開の EDG ですが、スパイクカメラにその進行を見られました。まあ、初手ワンウェイでやはり A メインが取れなかったということで EDG もミッド展開に切り替えていますけれども、はい、ヘレティクス読んでますね。マーケットからの射線でこの進行を確認しました。リコンボルトの返しによって特殊な進行ができませんでした。しかし早めにネベラで隠すことができたため、このカウンターをかわすことができています。むしろこの寄ってきた動きを見てもう一度 A に展開するんですけれども、すぐさまヘレティクス3回しました。これブーがどこにスモークを置くか気になりますね。エルボーですね。サイト中での守りに切り替えたか。確かに今の時間帯だとリンク側の進行難しいですからね。ブー、ウートの2名でうわ A サイト中を守りたいところ。ウートやサイト箱の裏からウートをダブルキルでエルボー進行止まりました。いやうまいですねこの耐え方。リンク側によってエルボー後続の進行もウート3人目エルボー側ではノーバディ。しかしリエンズのカバーハオドン出れません。いつ見ても当たりそうなエイムしてるもんな。弾がうーと強すぎまして。やはり強い。アウェーでも関係ありません。なんかさ、毎回実戦やってから来てるみたいな、なんだろうな。ムートやん結局。ヒーローなんて心の声出していい。ちょっと一人ごとで、まあ、7対2。7対2か。なかなかこのリードを縮ませたいと追いかけている EDG ですが、それを許してくれないヘレティクス。見てるぞ。手前抜けれてるな。となるとやはり印象がいいのは映画は設置まで行けてますからね。そうですね。たらな、分かったけど手前のちょっと怖いな。エルボー窓からディジーを入れて、リエンズも寄ってきた。あえて残した。今回武器ジャッジですね。手前ワンウェイ入れたな。わざわざフラグメント投げるということは右側はちょっとクリアリングしづらいですが、クリアリングしてもだよな。さあこの手前、そうだ。おお、でも切った。カンカン取れるキルは取れましたが、フラッシュドライブからの飛び出し。いや、ビームしてた。うわー、いいわ。スモッキーなんとか止めました。しかしさらにリエンズが入ってない。ほら、このAショート側の進行、こういうことをずっと多分心の中でずっと思ってるけど、言わないほうが、言わないほうがいいよこれ。スパイクの回収がまだできていないエルボー側に対してどうアプローチをかけるか。シロード攻めで前に入ってきたところ、ウート2人目はウートがハードンを止めていきます。8対2。バスケットボールプレイヤー見ろって目が言うことを聞かない。そうしゃあないか。いやバーが邪魔すぎるな。何のバーか言わんけど別に。そういらん。ここに右に、ここでいい。ここで。なんでここの。心里有那么多杂念，然后来面对这支比赛，不要给自己的结果设更多预想，然后就。いや身長高いかっこいいプレイヤーやったな。さあということで、ハーフタイムインタビューでグオアイルンさんお話を伺っていました現地では。ちょっと長くなってしまったんですけれども、後半がスタートしました。あ、リコン壊さなかった。映っちゃいましたね。これはちょっと痛いか。ただ映ったのが、まあむしろサイファーではないと。はい。さあここからヘレティクスは A 側へのローテート。今回ハオドンは A 側にワイヤーを1本敷いていますが、サイト中のノーバディどこまで耐えられるか。次のゼロポイントが上がったタイミングで中のクリアリングで打ち込むか。さあこのワンウェイのダフカバーに対してホールドローンを入れていきます。ハノイサイト中ノーバディ見えないところでも1人は持っていきましたが、リンク側のハウドもリエンズのショックボルトによって落とされています。そして人数を固めてスポンガーへの打ち合い、ただ早めのパラノイアの返し、フラッシュドライブ、それを超えていくチーチュートリプルキルターミー、メイン側もスモッキー早い取り返し通しました。 EDG8 対5。確かにまだ設置は行えていなかったので、間髪を入れていく勝負を仕掛けることによって、ヘレティクスはエコラウンド、ただ B メイン手前で守っている。重なったところハオドの2キルです。しかもグラビティベルトも合わせてウルトポイントまで決めていった。はい、追い出しましたね。
さらにもう一度同じ位置にスターを配置、カンカンハードンで止めていきます。マーケット地中確認した、そのまま削り切ってパーフェクトラウンド、ウルトポイントまでちゃんと今取るためにあれなんのかな、リピークしたんかな、打ち合わないで。いや そんなことないか。刺さる前にカンカンオペレーター出しましたよ。カンカンのオペレーターはエルボー側、もちろん警戒しますね。オールドローン、スモッキーが壊しに来ました。そしてポジションチェンジ、それパラノイア、ノバパラスを入れて、あっついそれ、前に出てきた。しかしリアンズがカバーを抑えた。ウートなんだよな正面員の、ウート待って、こっち負けることあんの正面。このスモークちょっと嫌ですね。確かに抜けが少し怖いところではありますが、まだ設置をせずに、これスモーク上がってないとスポンガの車線がやばい、これ設置しないとこれやばいぞ、これなんか、あ、ただエルモン側に切りましたね。そうですね、直接ウートに体で今見てもらう状況が作れたので、ウートこいつ負けることあんのかな、あいつ最強だぞ。ちょっと入り込んだエルボーから2人の取り返しの EDG、そこを見ていたり、負けねえウート、マジでウート負けたことないかも。ちょっといやだから飛び出しもめちゃめちゃ強いし、ね、置きもめちゃめちゃ強いよな、ね、もう人絶対デュエだってことによって、ミニブーより増えんちゃうかって思ってるけど、全力で今エルボー上がっていったことによってキルが生まれましたから、はい、10対6で4本リードをヘレテクス手にしています。 EDG はエコラウンド、パラノイア早めに返して当たりに行く EDG ですが、下がりきりました、切りましたね、完全に下がりきりました。ここから走って B サイトへのローテートを狙いますが、この進行はカメラで確認されます。一気に守りを寄せる EDG ですが、間に合うか、ヌルコマンド、フラッシュドライバーさんにドローンに移った、手前一気に抜けてくる、スモークで隠れながらもペイントダウン、さらにやばすぎるこいつ、ファントムで打ち抜き、スポーン側まで押し込まれてしまいました。そして裏にアワイヤーも置いてあると、はい、こんな最強のプレイヤーがさ正面突っ込んでくれるのさ、もうこれおなじみの形ですね、はい、やりてんだけど俺もこの人のデーで、カメラを警戒するカンカンですが、かわしてマーケットに抜けることができました。これおそらく見られてないですよね、アンレートで見られてないと思いますね、アンレートやろ、ですが完全に引き切っているヘレティクス、ウートや、もうウート負けることあんのこいつ、パーティックのピーク、パーフェクトランドはヘレティクス、守りの形で設置できましたから、はい、形が出来上がる前に潰し切りました。そうですね、今回は早い展開、 B サイトパラナイア入れて一気にショーストッパー手前で打ちました。ウート一回打ち負けないな、アビリティ一個一個入れてサイトを取りに行こうとしているが、これマーケットからもバックサイトも早い取り返しを狙っている EDG ですが、思い切った、打ち合いで勝るベンジ打ちダブルキル、スモッキーがダブルキル返すものの、ボイヤーかかりながら、ただウートベンジウィッシー当たり負けませんでした。他のやつも化け物いる、これはあらかじめ他のやつも化け物や。やはりこういった密度の高い打ち合いではヘレティクス分があります。ハードン強気に前に出るが、マジかよ、このスモークで手前を警戒、ウート、ファーストブラッドはウート、 I know exactly where you are、 B の守りの要であるハードンが落とされましたが、チーチューが行くな、この人数で0ポイント奥に出てきている。なるほど、これでタピオカ側もかかる、ウート、とんでもないキルになりました、4対2、あー押し付けている、止まり苦し紛れにスラッシュを切るが、ショックボルト、ウート、ワンピック持っていくもののウートのカバーです。この第1マップの3セットをヘレティクス自らピックしたマップということで、素晴らしい完成度を見せました。このアウェーの環境でもそれをものともせず、こいつ打ち負けたことないんちゃう、バロやってて、 B ガレージをトキシックスクリーンのみで
取り切りました。バックサイト柱裏からのジャンプピークを確認しました。ブーはこれ以上のピークはしません。もう片方のメイン A メインはトレイブレイザーで情報の取り返し見つけました。ハオドンの姿を捉えています。さあこのポジションを見られた EDG はどう展開し直すか。今本当このバロラントこう上海のメタはマジでウート状況に対してハオドンが身動き取れなくなったことですかね。はい、この位置をどう生かすのか。ハオドンと合流する判断を取りました。ただ索敵アビリティ、あでもノーバディが索敵アビリティを残して、待って、俺の俺しここまでドライで進行してきている EDG、 ガイリングライトかわして超えてくるもののジャッジ。やーばい、ウートがでもいる。この距離であればうまくキルが取れますよね。体力は29。 A サイトへ進んでいきますが、あ、花壇の上乗りましたね。やばい、その武器は無理や。ウートワンチャンスを狙うカンカン、リグロースラインの回復をもらってスモーク仲間確認しました。先にスロープからの取り返しを狙う。今の音でヘブン上がり警戒してるかもしれないですね。ジャッジ取られた報告入っていますから、スポーン側にエリアを広げた EDG。 分かっている、そのスポーン側をダークカバーで塞ぎ、サイトの取り返し、エルボークリティカルにパラノイが入った。やばい、ウートきついね。これのカウントですね。メイン側の進行はうまく EDG 止めることができている。いやもうウートでもきついか。エルボーのカンカン、ジャッジでワンピック、ウートでも取れました。しかしサイト中は取り返し、ウートがカバー、ウートー解除しているブーを守りました。ウートやこれ、ウートやぞ。ちょうどこう今回ブーは B 面手前のジャンピング、 B にウートいない、 B にウートがいってる。ワンウェイ構わず抜けることができた、これは大きいですね。来たよ。まずは ITG はおなじみの相手にアビリティを使わせるような完全に B サイレブだこれ、はい、配置ですね。ここでトレイルブレイザー、ビーガレージ側手前で破壊することができました。ガイリングライトに合わせてパラノイアも入れて、ウートアンキル持ってったま、ね、はい、ウートマジウートゲーだ。これ以上のピークはしません。わざわざ長めにガイリングライト流しましたからね。このスロープ進行もピンが刺さっているためカメラで確認しているでしょう。やばくない、強すぎない。スロープの取り返しにトラップアイは設置したもののすぐさま破壊されてしまいました。そこからベント側にパティックが再び流れ、ミッドを進行しているのも確認取れましたね。スロープの情報も取り返すことができました。ウーターやめて。さあここから取れたベントを生かし A 側のハサミを狙っていきますが、まあ、A にはウートいない。 A タワーに関しては引き目の配置が取れています。やばい、サイト中の守りを固めました。メインの進行はリエンズがジャンピークで確認し、やばいゴーストや。ただそんな中でも EDG はサイトに対してのウート早く来い進行を試みます。ダークバーを越えてサイトに固まりましたがノーバディのキルです。ベンジフィッシュ、ゴールドダブルキル。ベンジフィッシュヘイトを買ってもらってその間にうわヘイタワーではスモーキーですが武器も取られた。残りは10秒、スモーク中スパイクを守るパティックのカバー。ノータイムや、いやあとは下がらない、ノータイム、時間がない、時間がありません。すげえ、チームヘレティクス守りきりました。最後はブーのキル、取った。いやベンジーフィッシーのウートの隣の席のベンジーフィッシーまつぎ。 EDG はライトシールドシリフエコラウンドです。今回は早めにハウドンがケージを使ってウートへスロープの車線を切ってメインを進んでいくんですが、パラ無理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 。さあこのメインのエリア取りに対して狙っていたんですが、ウートが強いライディングライト2度目の勝負を狙うか。ただスモッキーがサイト中のブーを落としています。回り込んでスモッキートリプルキル、ウートやばい。リエンズのカバーですが残りの体力は30です。カンカンの位置が分かりました。すでにペイント弾は切ってるため左に投げ込むことはできません。これでサイトとメイン側で分断されているということが分かりました。この情報を受けてヘレティクスどう取り返すか。先にサイト側を狙いに行きましたが、ウートの隣の次のカバーをしようとしてカンカンは落とされています。 1V2 ベンジフィッシュがいる。エルボーの飛び出しを警戒するリエンズ、しかしチッチ打ち勝った。ほらもうベンジフィッシュのカバーです。すごいスピードでした今のチッチのキル。はい、ただラウンドは4対0、少しでもウートによるわ。B ヘブンにブーがいたことで B が手厚くなっていることを予想したが、少しでもウートに寄ってくね。サイファーつまり人数をかけて守ってる可能性があるって踏みますからね。
第7ラウンド、フレジットの苦しいラウンドを乗り越えたヘレティクス、再びフルバイです。さあこのダークマに対してガイディングライトからのエリア取りを狙う、手前でペイント弾を使いました。あ、ただブーはもうあえてかかったというような、そうですね、なんだったら立ち位置でしたよね。このワンウェイスモーク1本に対し、まあ、2つのアビリティを使わせましたからね。はい、フラッシュにペイント弾、手前のエリア1つを取ってから時間を使って丁寧に組み立てていこうと狙うのが EDG ですが、ミッド側も手前で止められてしまいました。ショートテックの体力は残り1、Bガレージの情報取り返しに対しては後続のドラクチーチューがそのトレイルブレザーを破壊していますが、バックサイト2名、あ、ベイト配置ですね。リエンズを隠す狙いです。 EDG はミッドとのハサミを狙う、小速波で飛び込んでいく、さすがにやばい、右回り、さあ飛び上がってウート、ウート耐えてる、うわー、ウート、うわー、まだリエンズの位置も隠れている、ただワンピック、設置しないといけないんですよね。ニューラルゼフト位置が分かりました。あ、完璧ですね。この時間を潰しに来る動き、ここでもヘレティクス、ウートのスーパープレイ、そしてブーの狙いが見事に刺さったラウンドでした。まあ、結果的にあのベイト配置に関しては位置バレてしまったので、ウートやばいってかなと思うんですけど、ウートがこれマジかよ。トム使おう。第2マップのスプリットにおいてもヘレティクス序盤圧倒しています。トムでいくね。ミッドのガイディングライト反応がありました。 A 側ではハオドン単独での行動ですが、 A サイトの守りを早めに固めているヘレティクス、リコンファントムにするって決めた。うん、コラウンドながらもカンカンはミッドを捉えて今取ることはできましたね。ここで B 側固まってガレージとミッドのハサミを狙います。パラノイアをリンクからもらって B ターンを進行。B メインもゆっくりと前線を上げることができています。ウート寄れ、これヘレティクスもうまくいなしますね。来たよヒーローが。むしろアビリティある程度使わせてますね。ヒーロー来たよ。残ってる、ここで切りましたメイン側。これで少し足が止まりました。むしろパティックの合流が間に合った。時間稼ぎ手前に入ってくる。リエンズがカンカンのエントリーを止めてそのまま2キル。やばい、ウートが抜かれたってことは。キルは取っているんですが、この高速のラインがワンチャンス生まれた。ただベンジーフィッシュが近くにいるかもしれないというのをご覧に警戒してますね。はい、時間稼ぎというところもありましたからね。実際はまだ遠くにいますから回収位置を確認した。ウートの隣の席のベンジーフィッシュ、今確かに足音カバーを待つ動きというのはあそこでよく判断できたなというようなラウンドでした。第10ラウンド EDG は調整倍です。A 面側ではトレイルブレイザーをリエンズが切りました。見つけたところにパラノイを切った。まず一つ潰していこうという狙いですよ。ウートハオドン一人は持っていきました。これはハオドンナイスでもありヘレティクスやってしまいました、ね、これでだって3人分かりましたからね。 B 側薄いだろうということで一気に EDG 入っていきます。ただこのカンカンのエントリーは分断してベンジーフィッシーのキルです。ただバックサイド取りに行けなかった。さらに移ったところベンジーフィッシーが抜いた。バイパスピットに対してシーカーを切ったものの崩せませんでした。ウートの隣の席のやつが強すぎる。スパイカメラで手前のノーバディの位置もバレています。即座に B に守りを寄せたヘレティクス。隣の席が強すぎる。ウートのスモッキーとノーバディどう攻略するか。スポーン抜けするしかないか、はい、設置を一度出した。このピークを誘ったスモッキー、アンチブラインドしてのワンピック 3-on-2。 ただ時間が経てば大丈夫、隣の席の後ろからブーが正面スモッキーワンピックとタッツ 2-on-2。 しかしゆっくりとブーがやってきた。セットポジションノータイムや。
設置すらさせません。9対1強ウートの序盤ミスがあったものの臨機応変に対応していきました。しかも丁寧ですよね。てか今ウートの隣の席のベンジーピシーとウートの隣の席のグーじゃない今。アクション取ってみて難しければ無理に深追いはせずにもう一度立ち回りをやり直すと。早めにミッドを飛び込んでいくウート。抜けましたね。これをされてしまうとちょっとチチ困るぞ。そうですよね。これ前出れないですよね。しかもスモークでー。しかもヘッドショット。パティテックのファーストブラッド。ミッドが崩れた。カウンターか。耐えれるか。そこにやってきた。カウンターヒーローが。救いに来たぞ。ダブルキル。しかし木箱側回り込んできた。ツーベイツー。これどうでしょう。パティテックは位置バレてるんですよね。はい、まだ最後に入れないところ、エーローテートです。フロムザシャドウズ A に飛んでいきました。ただミッドからパティテック来ているだろうと A タワーの状況はガイディングレーターで確認することができましたが、先にサイト側の取り返しを狙うか。このスモークプレッシャーですね。手前にスモークを置いて抜けるスモークを作るか。ただ目4だからな、4秒だからな。さあスモーク2つ目が上がりました。スモッキー、まずはヘブン側、そして手前抜けよう。その中にシュラウドステップで入り込んだ。選択肢を増やした。ただヘブンからパティック抜けてきた。エルボ側耐えた。スモーキーのカバー。ただもうスモークないぞ。2つ使った。オープンプラント、時間が少なくなってきた。分かった。いやもう時間がない。倒しきったものの会場は通りません。イージー圧倒しましたチームヘレティクス。中国代表の3チームすべて撃破しました。こよ3チーム中国撃破。FPX に続きウートや EDG 戦